はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、こちらなんか届いてますね。箱にはモニカって書いてありますね。これですね、僕人生で初めてキックスターターというですね、クラウドファンディングのものにちょっと手を出してみました。クラウドファンディング、キックスターターっていうのは、これから開発を行う商品に対して私たちが投資をして援助という形かな。でその援助の額に応じた報酬が、そのプロジェクトが成功したらもらえるというものなんですけど、瀬戸康史さんたちもね、いろいろやって出たので、そこで知ったんですけど、その中で調べてみて、今回初めて投資したものが成功に至ったので、商品が今回届きました。それでは早速開けてみましょうか。入ってたのはこちらのカード、サンキューってありますね。ちょっと汚れてんね。あと別に取説っぽいわけでもなく、ただモニカというブランドロゴが入ったものと本体ですね。これ何かというとカバンなんです。あ、すごい、これ包装紙にもちゃんと、これ見えるかな、ブランドロゴがこの薄い包装紙にも入ってます。はい、今回購入したのはこのカバンですね。はい、こんな感じです。これ裏側だね。これ多分あのスーツケースの取っ手にこう、ここ通すやつだね。結構いいんじゃない。なんかここら辺色変わってたかな。一番最初の写真の時よりは若干色変わってるような気がします。普段僕が使ってるのはトゥミなんですけど、ちょっとね、今回その別にトゥミが使い勝手が悪いというわけじゃないんですが、今回ですね、どうしても欲しかった機能がですね、このカバンにはついていて、本来ね、日本に出買い予定なかったんですけど、メールを送って日本で買えませんかという問い合わせをしてみたら、日本でも買えるようにこのモニカさんというところがですね、日本で買えるように手配してくれまして、今回購入するに至りました。で、僕が一番欲しかった機能というのがですね、早速ご紹介すると、まずね、ここを開けまして、なんかどうなってるか、はい、こんな感じで開きます。あ、すげえ。これはね、一緒についてきた、まあ後で紹介しますが、付属品になりますね。これこっからなんかね、防水、撥水仕様になってる。これ靴も入るみたいなんですけど、靴をメインではなくて、これどっかやったらいいんだろうな、反対かな、こっちかな。ここをこう開けますと、じゃんと、ここがね、わかるかな、ガーメントになってるんですね。こうここにハンガーのフックをかけるところがあって、こういう、まあ、スーツじゃなくてもいいんですけど、まあ、普通の服でもいいんですけど、ハンガーにかけてここまで刺して、こうパタンパタンと畳むと、スーツというか洋服が、この中にシワなく畳め、しまえるということで、一泊ぐらいの出張ちょこちょこあるんですけど、東京行ったり、その時にですね、私普段スーツ着ないので、できれば行きと帰りをラフな格好で行きたいっていうのがあって、そのためにスーツを持っていくのに、いちいち毎回ガーメントバッグを持って行ってたんですけど、これならですね、ここにスーツを入れてここにしまえるわけですよ。そうすると、もうあとは、まあ、これだけのマチがあるので、一泊旅行の荷物ぐらいだったら楽勝にこの中に入るわけですね。で、なおかつ肩掛けにもできますけど、なんとですね、スリーウェイになってるので、ここを開けると、こう肩掛けのパーツが出てきて、こいつをここに引っ掛ければバックパックにもなるんですね。そうすればですね、ここにジンバルをつけて GoPro をマウントしてドリキンスタイルでいけるわけです。これすごくないですか。出張の音も1泊2日ぐらい、もしくは2泊3日ぐらいの出張だったら十分いけるサイズ。
靴も入るんで、ここに靴じゃなくてもいいんですけど、ここはね、なんか基本的に靴入れるって書いてあったんですけど、ホームページに。出張で飛行機に乗る時のスリッパ入れてもいいですし、すごくいい。でですね、ここのフロントポケット2つ、ここがですね、こう外れるんですね。なんで旅行というか出張行った、まあ、旅行でもいいんですけど、出張行った時にここにちょっと最初から財布なり、海外だったらパスポートとかその辺携帯とか入れとけば、これホテルに置いといてこれだけでパッと出られる。よくないですか。でまたこうね、畳んで、ファスナーの感じもすごくいい、動きがね、結構ポケットも多くて、ここは何が入るかな、ラップトップ入るね、これ多分ね、ここね。で同様にこっちもですね、外れる形になってますね。こっちがね、ちょっと大きめのこう縦に長い感じ、肩掛けの、まあ、両方とも肩掛けなんですけど、ちょっと大きめのバッグになりますね。容量も多くて、これバックパックになるね。これ両方ともかけれる形になってるので、でまたここファスナーで留めると、留めれば元に戻る感じですね。こういったところはひょっとしたら面倒くさくて使わない可能性も十二分にありますが、普通のこういうポケットとしてもね、ここペンが2本入るね。 iPad も入るんじゃないかな。 iPhone のプラスぐらい入るしね、これ。ほら、まあ、こんな感じでね、すごく使い勝手が良さそうだったので今回購入してみました。ちょっとね、機能が多くてカバン自体がちょっと重いという点は難点ではありますが、まあね、それを差し引いてもすごく便利だなということで今回購入してみました。あとね、こっちの付属品、これもね、なかなか良さげ。この大きい順に行ってみようか。はい、こちらですね。これがね、これトイレタリーバッグ。ここにフックがついてて、この間旅行用のタイに行った旅行についての動画でも紹介してましたけど、こういうの便利なんですね。ここにボンボンボンと入れておけば、向こうに着いてから洗面用具、歯ブラシ等なかった時に、特に海外ね、すごくいいですね。でこれ前紹介したのはあの無印のやつだったんですけど、今回ここに収納できるのでガンガン当たらなくて傷つかなくていいですね。ポケットもこれ非常に多いね。なんかいろいろ入る。こっちにもある。それでこいつがね、なんだろう、ここにこれファスナーの質感がすごくいい。これはこれガジェット系をまとめるポーチだね。この辺にケーブルこういろいろ挿したりとか、コンパクトにまとめられる形になってます。で最後これね、最後はペットボトルを入れるホルダーというかポーチ、ここにペットボトルを突っ込んでギュッと締めて、これでね本体にグッと取り付けておけばペットボトルもこの中に入って便利です。ということで今回は JW ウォーカーさんのモニカというカバンですね、こちらのクラウドファンディングで投資してゲットしたものを紹介させてもらいました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。